はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは、アルハルです。今日もビールを紹介していきたいと思います。今日紹介するのはこちら、ブルームーンという、ビールになります。まあオレンジビールと、コリアンダーが使われているそうなんで、発泡酒扱いになります。これも前が気になってた、ビールでして、たまたま、見つけたので、ちょっと今日紹介したいと思います。こういうなんかオレンジの、なんだ紙がついてましたね、オレンジアロマ香るブルームーンと心のこもったメッセージを大切なあなたへという書いてますね、お、なんかいろいろ書いてここにちょっといろんなものがちょっとなんか飲み方っぽいのが書いてますね、ちょっと読みますね、ボトルを横にしてゆっくり前後に転がします。ボトルを立てて栓をひねって開けます。45度にグラスを傾けて注ぎカラーを楽しみます。オレンジを一緒に添えて完成です。あ、なんかオレンジも一緒にいるビールみたいですね。あのビールのグラスにオレンジを添えて一緒に飲むビールみたいです。まあカクテル気分で飲めるってことですね。ブルームベージアンホワイト、ちょっとまあ白ビールだしいいのでちょっとじゃあいただいてみたいと思います。はい、それではいただいてみます。まず転がさなきゃいけないのか、ボトルを横にしてゆっくり、前後に転がします。であとはボトルを転がさなきゃいけない。それでは、ちょっと開けてみたいと思いますね。なんか転がしたらプシューっていきそうですけど、よいしょ、開きました。ちょっといつも継ぎ方が下手なんで、頑張ってみたいと思います。45度、45度って結構すごいじゃないか、傾き方。45度って書いてあるな。45度、ちょっと分からないですけど、まあ、このぐらいにしておきましょうか。いただきます。はい、次終わりました。こんな感じになります。ちょっとすごくな濃い、ほんとオレンジジュースみたいな黄色いビールみたいですね。本来だったらここにオレンジを添えなきゃいけないみたいなんですけども、ちょっと今日オレンジがないのでこれでいただきたいと思います。ちょっとほんと濁った黄色っぽい、ゴールドじゃなくてほんとイエローですね。イエローっぽい色しております。ではいただきます。あ、なんかな、ちょっとこんな香りのビールはちょっと久しぶりなんで、ちょっとなんかな、まあ、爽やかな感じブルーに入るんですけど、なんかな、酸味の国、何の匂いかな、これなんかな、いや、オレンジの香りも含まれるんだけど、その国なんかな、これなんか、何の匂いかな、なんかどっかで嗅いだことある匂いなんですけど、いや、嫌な匂いじゃない、なんかな、ほんとお菓子とかに使われてるような匂いなんですね。なんだったかな、この匂い、ちょっと思い出せないですわ。すいません。じゃあ、いただいてみます。
ああ、なるほどな。あのオレンジって書いてるから、もうものすごく私は嫌いな柑橘系の味かなって思ったんですけど、そういうわけでもない、確かにオレンジオレンジっていう、もうオレンジジュースを飲んだビールみたいな感じじゃないですね。コリアンダーが使われてたし、ね、ちょっと私コリアンダーの味単品でちょっと食べたことないからわかんないんですけど、確かになんか コリアンダー系のビールの味がしますね。すごくまろやかですね、もうまろやかなオレンジジュースなんですけど、あの飲み口はオレンジジュースけど、すごく飲みやすい、もうスッて入るように、なんかまろやか、すごくまろやかなコーティングされたあのなビールなんですけど、それで、飲めるみたいな感じですね。ちょっと休憩。はい、すいません。なんかちょっと配達の、豆腐の音が入っ、豆腐かな、なんか最近この辺り、にちょっとで、営業されている、まあ、豆腐の車かなの、サイレンが、サイレンじゃない、汽笛が、汽笛笛が鳴ってたみたいです。まあ、ちょっと、こちらもう、もう、すごくまろやかなビールで、スッと飲むよりも、ほんとちょっと、なんか、こう、インフルエンザとか、風邪とかで、ほんと喉痛めた時に、この、飲み口はすごく喉にコーティングされて、優しい味かなと思いました。アルハウでした、今日はブルームーンを紹介させていただきました。またよろしくお願いいたします、最後噛んで終わる、これが私です。では。